焦ってるってことを考えて、はい、今左側の木材に浸透させるタイプの塗料ですね、うんうん、を使ってきますので、うんうん、100m ぐらい入ってるでしょ。羨ましいね、大きい大きい、本当に。あ、ガタ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 、うるさくてすいません。そこから始まる本日、ペコ姉さんへの密着のオープニングです。暑い、めっちゃ金魚の糞じゃん。え、そうですよ、今日一日出そうですよ。初の2人でのドライブデートをしがてらお客様のもとへみたいな。わかりますよ、はい、今日はお客さんのところで、はい、近隣挨拶と、はいはい、足場の図面と、はい、色打ち合わせ、打ち合わせいっぱいしなきゃいけない。工程はもう決まってるから、決まった工程出して、はい、まあ、この日程から始まりますよっていう説明と、まあ、工事の流れと、あとは、まあ、色だよね。お客さんが一番改修工事するにあたってこのお家の色っていうのは結構一番悩んでくるから、大事な家だからね。なんかすぐ取れるものだったらまだしも、そう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 、ああ来たって塗り替えれるようなもんじゃないから、10年から15年ぐらいで塗り替える人が多いけど、まあ、やっぱね15年から20年ぐらいの人がやっぱり多いかな、基本的には。そんな安いものでもないってなったら、そう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 、簡単には決めれないですよね。だからそのお客さんと色の話をするのが一番大変だけど楽しいよ。じゃあとりあえずお客様のところまでワープ。はい、今これにしてやりますので、はい、私あのさやのイベントの時に対応させてもらった佐々木です、すみません。そうだね。あのご契約いただきましてありがとうございました。ちらっとお電話でもお話をさせてもらったんですけど、工事の日程表ですね、うん、こちらになります。お話ししてた通り31日にずらして、うんうん、足場の組み立てを、はいはい、で翌日は高圧洗浄、はい、で、シーリングの作業がないので、うん、高圧洗浄が終わった翌日からもう塗装の工程の方に入っていきます、うん、で約まあ2週間塗装の期間は見てるんですけど、うん、どうしても雨だとできない作業になってしまうので、うん、雨が降ってる時とかはちょっと作業の方を中止させていただいたりすることもありますので、うん、そちらの方のご了承だけお願いいたします、うん、はい、ね、そうなんですよ。あの足場の組み立てと高圧洗浄は雨が降ってても行いますので、うん、そちらはあのよっぽどのことがない限り変更になることはもうありませんので、うん、足場ってさ、はい、簡単？簡単です。車っていうかね、入れる場所？はいはいはい。あ、そうね、そんな問題なと思うんですけど、そうですね。だってね、車は今止めたところ、はい、あそこ止めたと思うし、はい、またそのすぐ途中の東側にも、うん、スペースあるから、そこ止めて、はい、発送もできるし、車もできると思うから、それちょっと。あとね、そうですね、お外で教えてもらえると、ありがたいです。はい、あとに今お色のお話になってたんですけど、うんうんうん、うちの井村があの、うん、お申し込みの時に、うん、あの大体多分このカタログの中からこんな感じの色がいいなっていうのを選んでいただいてた色がこちらになります、うんうん、でも正直色はもっとたくさんあるので、ありがとうございます、ありがとうございます、うんうんうん、たくさんあるはあるんですけど、うん、この中から例えばもうちょっとこれより濃いのがいいなとか薄いのがいいなとか、うんうんうん、ちょっと現場で、はい、実際に面積が多いところが一番気になるわけで、はいはいはい、そこで、まあ、当ててみてね。そうですね、お家の中と外とでまた色が違うので、うんうんうん、まあ、違うと思うし、はい、そうですね、これも含めて後で外で一緒にご確認していただく、うんうんうん、で屋根も色を決めていただく形になるので、うん、屋根の色がこの中から、うん、ちょっとここから下はないのでこの緑から上っていう感じになるんですけど、これはね、濃いブルーにしようと思ってたから、これですかね、一番濃いのは多分、うん、このグラスグリーンっていうお色になってくるので、うんうん、これみんな色になってる、分かりました、うん、じゃあ、うん、コロンビアのところと、はい、それからそのスレート、はいはいはい、こっちのそこの緑、うん、今緑っぽいところですね、うんうん、そうそう、それも一緒にしちゃおうかなと思ってるし、はいはいはい、そんなに変えなくてもいいと思ってるから、うん、でも屋根は全部このグラスグリーンで、はい、かしこまりました、
名前ね、これよく難しいんで。そうなんですよ。いろんなものとかね、本当に違うからさ。そう、そうなんですよね。うん、現在はグラスグリーン、こちらのお湯ですね。じゃあ進めさせていただきますね。決めていただくのもちょっと後でその外壁の色を合わせるときに一緒に確認させてもらいたいんですけど、まあ、ベランダの軒天だったりとかハフ、鼻隠しとか、まあ、トイですね、そういったところのお色、スタイズって呼ばせていただいてる部分のお色も決めていただくことになりますので、こちらの方もお願いします。本当に今は、はい、今ある色、うん、茶色ですよね、うん、窓枠とかがこうサッシが茶色なので、戸袋とかもあの茶色で合わせてあげた方が絶対的にいいので、おそらくスタイルは全部茶色になってくるのかなとは思ってます。で、あの、拭いた鼻隠しって言って、あのトイの裏に走ってる部分だったり、こう側面の三角になってる木の部分、あそこは今回キシラデコールっていうあの木材に浸透させるタイプの塗料ですね、を使ってきますので、あの今の現状のお色よりちょっと濃い色で塗らないと色が入らないので、少し濃くなる仕上がりになります。当時の日程がそのような形で進んでいくので、お色はちょっと外で一緒に確認させてもらうんですけど、当時の開始が31日からになるので、もう今日このあとご近隣様のご挨拶の方に私の方で伺ってきます。でてもお家がちょっと大きくて広いので、あの特にめちゃくちゃ隣接してるお家っていうのは今走ってきた感じないですね。なんでどこにご近隣様挨拶伺おうかなと思ったんですけど、大丈夫ですか、しなくても大丈夫ですか。ちょっと走って隣がね、はいはい、あるんだけど、そこはね、社宅になってんだ。あ、そう、うん、なんことごめんね、周り隣だよ、隣100メートルぐらい入ってるうらやましいね、大きいお家、本当に半分ぐらいいただきたいぐらい本当にで、その後に足場図面って言って、うん、足場の材料がどれぐらいか必要かをちょっと測るのに、私の方で寸法を取らせてもらいますので、こっちの周り寸法を測って写真撮ったりして、あとお色が決定したら今日はおしまいっていう形の流れになりますので、よろしくお願いいたします。車取れる場合はいいんだけど、はい、まあ、あるいは取れるのいい、これ薄いんだよね、薄いですね、ちょっと今より薄いです。うん、この以外の色が分かりました、もうちょっと濃いやつですね、うん、もうじゃああんまり色味は変える感じはなくってことですね、はい、うん、だからこの色なんだよね、はいはい、これぐらいですかね、これここまでいくとちょっと今より濃いんで、これぐらいかなって感じなんですけど、うんうん、ちょっと濃い気がする、うん、でも、まあ、そうですね、うん、まあ、ちょっと見るとちょっとね薄い、そうですね、それじゃあちょっと薄いですね、うん、今よりだいぶ、うん、ちょっと気にしましょう、ちょっとまだ一番上は焦ってないんで、うん、この辺ですね、まあ、焦ってるってことを考えて、はい、左側の方のこっち、そうそうそう、それにしようか、わかりました、じゃあこれが25の40でのお色になるので、全部それだね、はい、でもいいかもしれないです。それとさっきのこういうやつが35。うん。ここにするわ。大丈夫ですか？うん。これなので。うん。この色とこういう感じの組み合わせですね。大丈夫？ちょっと涼しいですね。そうですね。ちょっと気持ちよさくなって、で、あそこの間の帯のところが、うん、と茶色？になってくるので、限、うん、って閉まる感じにはなるので、うん、そうそう、